皆様こんにちは。丸亀市 PR 特命係です。今回は瀬戸芸本島会場の見どころを私たち2人が紹介していきますよ。それではどうぞ。本島には全部で13もの作品が展示されているんですよ。丸一日楽しむことができますよね。現場にはジュージューがいます。おや、素敵な作品ですね。これは固定絵と言います。民家の軒先などにあるもので、島のエピソードをモチーフにしているそうですよ。本島らしさを感じる作品です。いかがでしたか？次回は島グルメを紹介しますよ。見てねー。